徳山海上保安部の潜水士が海で怪我人の応急処置に当たることができる救急員に任命され、救助の手順などを確認する訓練が行われました。訓練には昨年12月に徳山海上保安部に配属された巡視艇夏月の潜水士など9人が参加し、このうち2人が救急員に任命されています。救急員制度では病院や消防学校などで訓練を受けた海上保安官が海での怪我人や急病人に対して消防の救急隊員と同様に医療器具を使用した応急処置を行うことができます。訓練は貨物船の乗組員がマストの塗装作業をしていたところ落下して怪我を負ったという想定で行われました。潜水士たちは現場の状況を船長から聞き取り、怪我人の様子を観察した後、医療器具を使って酸素投与などの応急処置に当たりました。今日の訓練は実は実際今年の12月ですねに、うち夏月デビューしてから実際に起こったことを振り返るという意味でやりました。ベストを尽くすような形で出動はしたんですけど、やはりそのもう一回問題点を洗い出して次の出動に備える、こういった振り返りというのはとても大事なので、こういった形で実際の出動をもう一回反復でおさらいすると、その繰り返すことによってさらにその救命率を上げていこうということで、今日訓練、同じような訓練をさせてもらいました。救急といった点で、いろんな方の、難易性、外因性とかですね、いろんな方の傷病者がいる中で、統一されてない主義の中でですね、自分たちで考えながら、正しくですね、要救者の方を、搬送、確認観察して搬送しなければいけないといった点で難しい訓練ではあるんですけども、そういった主義を高めてですね、より期待に応えられるように、訓練の方を続けていきたいと思います。巡視艇夏月は以前の黒髪と比べてコンパクトになりましたが、その分スピードが速く現場に到達するまでの時間が短くなり、救命率を上げるための時間が短縮できるという面で、今後さまざまな活躍が期待されています。